ハルトムート、エ・ムヒエン。ハルトムート、エ・ムヒエンは、カール・フィリップ・エマニュエル・バッハの音楽の専門家として知られるドイツの指揮者であり、オペラ指揮者としても、世界の主要、オペラハウスで活躍する。ヘンヒエンの音楽家としてのキャリアは、ドレス伝製十字架合唱団のメンバーとして始まった。15歳の時にはすでに、カントルとして指揮台に立っていた。17歳の彼は、 ヨハン・アドルフ・ハッセのレクイエムを復活させたことにより、幅広い注目を集めた。その後ヘンヒエンは、ドレスデン音楽大学で指揮と声楽を学ぶ。オーストリアのカリンティア・ナッツの音楽祭、または、ベルリンで、マスタークラスに参加し、後に、バイロイト音楽祭にて、リハーサルそしてヘルベルト・フォンカラヤンの指揮するコンサートに、立ち会う。ヘンヒエンは1966年に、 初めての音楽監督としての契約を晴れシの合唱団と指揮者としての契約を晴れフィルハーモニックオーケストラと結ぶ。1989年から2014年までカール・フィリップ・エマヌエルバッハ室内管弦楽団を率いる。1971年にカール・マリア・フォン・ウェーバーコンクールにて優勝。1972年から1973年にかけて スビッカウ劇場の主席指揮者を務める。この時期にベルリン国立歌劇場でムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフを指揮してデビューを果たす。1986年まで彼はそこで定期的に公演を行った。1973年から1976年までヘンヒエンはドレスデンフィルハーモニックの指揮者を務めドレスデンの修立歌劇場 全パーオーパーで客員指揮者としても定期的に登場する。1976年から1979年の間はシュベリーン市のシンフォニーオーケストラと州立劇場の音楽監督を務め、それに続きベルリンコーミッシェオーパーで定期的に出演し始めた。1980年にベルリンのカール・フィリップ・エマニュエルバフ派室内、管弦楽団の芸術監督に就任。 1986年、ヘーン・ヒエンは、アムステルダムの国立オペラ座、デナシアナル・オペラの音楽監督、オランダフィルハーモニー管弦楽団、オランダ室内管弦楽団の主席指揮者に就任。彼のアムステルダム在任中に、ダノは、皇室の共同制作と革新的なステージ設定で、知られるようになる。ヘーン・ヒエンは特にリハルト・シトラウス。 モーツァルト、バーグナーなどのドイツ系レパートリーと関連付けられるが、ベルリ、バルトーク、チャイコフスキー、プチーニ、グルックなどのオペラも多く手掛けた。1999年にバーグナーの指輪の全公演を終えてこのポストを去るが、その後は客員指揮者として継続していくことになる。新たに形成されたオランダフィルハーモニー還元楽団は、彼のリーダーシップの下で、 オペラ公演だけでな公共局の公演、録音、外国ツアーと急速な発展を遂げた。2002年9月予算削減に抗議し彼はポストを辞任した。ヘンヒエンはほぼすべてのヨーロッパ諸国から依頼を受け数多く公演をし、日本、アメリカ、カナダではツアーも行う。オペラの公演はアムステルダム、ボローニャ、ジュネーブ、イエルサレム、ロンドン、ミュンヘン。 ニューヨーク、シュトゥットガルト、ワルシャワ、ウィーン、ビースバーデン、ベルリン、ドレスデン、コペンハーゲン、ミラノ、パリ、マドリードに及ぶ。彼が、ロンドンのロイヤルオペラハウスで演出と指揮を手掛けたた2つの、新作は、ローレンス・オリビエール賞に選抜された。2016年と2017年の夏に、バイロイト音楽祭にて、パルシファルを公演。定期観光をペルンベルトは、 世界中50人のジャーナリストの投票に基づき、編ンヒエ・を c ン n d u c t o r of the y e 2017に宣布。2018年には、ライプツィヒリ・ヒャルト・バーグナー財団より、リヒャルト・ワーグナー賞を受賞。ありがとうございます。